遠山邸西棟の隙屋の一室で新行僧の僧にあたる部屋です。この部屋の特色はですね、半分土間になっているという点です。お茶会のお客さんが草履でここまでやってきて障子を開けて、ここに上がるという形になっているわけですね。下半分が、瓦を敷いた、形になっておりまして、我々の方では瓦間と呼んでいます。似たような構造の部屋として、小林一蔵の画族三層に似た部屋があるわけなんですけれど、それよりさらに1年早くこの部屋は作られております。もう一つこの部屋の特色なんですけれど、壁がですね、白と黒の2色の壁になっているという点ですね。この壁は特に墨差し天王寺という名前がついております。土が天王寺という名前の土を使っていて、それに黒い文様が浮かんでいるから墨差し天王寺です。元はですね、全部この白色だったんですけれど、10年20年という時間が経過するうちに壁の中のこの土の金属分が酸化していくことによって、この黒い文様が浮かび上がっていきます。白い部分はですね、中に抜きと呼ばれる板材が入っております。その部分が白く残ります。ですので大工の方はどういう文様が浮かび上がるかということを考えながら下地を作り、でそこにですね、左官がですね、数十年後のこの色上がりをこう想定しながら金属分をブレンドしていくという、その大工と左官の共同作業によって生まれた壁がこの墨差し天王寺になるわけです。